皆さんこんにちは、トーコです。今回は先日エネオスの岡本選手、デーソーの近藤選手が負傷してしまった前十字靭帯について動画にしてみようと思います。去年は渡嘉敷選手も負傷してしまい、東京五輪に出られなくなってしまったことは記憶に新しいですね。ずっと日本女子バスケを背負ってきてくれた渡嘉敷選手がこんなことになってしまったのはファンとしてもとても悔しかったです。 NBA 界でもデリック・ローズやザック・ラビー、クレイ・トンプソンもこの怪我で苦しんでいます。そんなバスケ選手の中では残念ながらポピュラーな前十字靭帯損傷とはどんな怪我なのでしょうか。復帰時期についてをまとめて解説していきたいと思います。そもそも前十字靭帯損傷とは大きくくくると膝の怪我になるのですが、膝は太ももの骨とすねの骨、お皿の3つのパーツでできています。それらのパーツをつないでいるのが靭帯というゴムのような組織であり、前後ろ両サイドの4本の靭帯が組み合わさって膝を正しいポジションに収めています。バスケやサッカーなど急な方向転換が必要なスポーツにおいてよくこの前十字靭帯の損傷が発生するようです。膝の曲げ伸ばし以外の方向にひねりが加わってしまうとなってしまうようですね。ちなみに発生した時にはプツッという音がするみたいです。怪我をしてから数週間で歩けるようにはなりますが、放っておくとさらにひどくなります。治療する方法としては安静にしておく、もしくは手術をするという2種類があります。特に競技者でない場合は安静にしておけばある程度機能が回復するそうですが、競技者の場合は手術をしないと以前の運動能力が出せないようです。手術では他の部分の腱を移植して前十字靭帯を再生させるそうです。人間ってすごいですね。復帰までには手術後大体半年ほどかかるそうですが、復帰できる確率としてはかなり高いとのこと。岡本選手と近藤選手は今シーズンはちょっと復帰が難しいですが、来シーズンの中盤から復帰できるのではないでしょうか。何にせよ怪我だけにはどの選手も気をつけてほしいですね。一日も早い復帰をお祈りしています。